ゼータ計画の礎となった幻の機体 MSN001 デルタガンダム。 MSN001 デルタガンダムを語る上で外せないのがゼータ計画です。ゼータ計画はF5とアナハイムエレクトロニクス社による高性能モビルスーツ開発計画です。これはベアーズ紛争後に急速に勢力を拡大しつつあるティターンズに対応するために立案されたものです。また宇宙にホームグラウンドを置くF5が地上のティターンズを叩く必要があり、大気圏突入が可能な可変モビルスーツが必要という実情もありました。アナハイム社としてはベラーズ紛争の結果としてガンダム開発計画が凍結されたこともあり、モビルスーツの大規模開発は行っていませんでしたが、クワトロバジーナにより提供された信号機ガンダリウムガンマを装甲材質として採用することが決定し、ゼータ計画が大きく進行します。このガンダリウムガンマはクワトロバジーナがアクシズから持ち寄ったもので、ジオン系の技術でありアクシズ系の技術でもあります。生産性に優れながらも高い耐久力は維持されており、加工性の問題も工作機械の性能向上や軟性の改善によってクリアされているため、今後モビルスーツはこの素材で製造されることになりました。まずは基礎設計をゼータ計画以前に行われていたリック・ディアスがロールアウトして初の第2世代型のモビルスーツとなります。その後ゼータガンダムや百式といったモビルスーツたちが続々とロールアウトします。リック・ディアスの開発を担当したのはかつてガンダム試作1号機ガンダム試作3号機ステイメンを開発した先進開発事業部クラブワークスと、ガンダム試作2号機ガンダム試作4号機を開発した旧ジオン系の技術者が在籍している第2研究事業部でした。 MSN001 デルタガンダムは百式の可変型のモビルスーツになります。もともとゼータ計画が可変モビルスーツの開発という命題を追っていました。しかしその開発は難航し、可変モビルスーツとして開発したデルタガンダムですが、開発後に飛行形態の状態での強度不足という欠陥が見つかり、不可変モビルスーツ百式としてF5に納品されます。実際に可変モビルスーツデルタガンダムが完成したのは009年代にデルタプラスとして再設計、また設計データを流用し百式系列唯一の可変機として開発に成功しています。設計時点でのデータではゼータガンダムと遜色ないスペックを誇っていたとも言われています。このようにアナハイム社は可変モビルスーツの開発に難航していました。その要因としてこれまで培ってきたブロックビルドアップ構造からムーバブルフレーム構造への変化です。ムーバブルフレーム構造とはガンダムマーク2で本格導入され以降のモビルスーツに標準化されているフレーム構造です。可動型内骨格、駆動式内骨格とも呼ばれるもので、基本フレーム自体が自重を支える構造体として機能し、そこに装甲、内装品、武装をつけていく構造になっています。そのため機体と比較して高い整備性と拡張性を獲得しました。またフレームと装甲が分離していることから機体そのものの可動域も大幅に向上しています。ムーバブルフレームはもともとはティターンズが開発をスタートさせた技術で、ティターンズの旗頭となるモビルスーツであるガンダムマーク2に実装されました。このモビルスーツをF5が奪取することで、この構造データがアナハイム社に送られて一気に課題を解決することになります。ただティターンズ自身もムーバブルフレームの開発には苦労しており、連邦軍由来の技術にこだわる政治的理由もあり、何度も強度不足で設計変更を繰り返しています。F5に機体を奪取された後にこの技術構築が進むというティターンズにとっては皮肉な結果となっています。 MSN001 デルタガンダムは実機の生産記録は存在せず、詳細なスペックも公開されていません。ただ武装としてはビームライフル、ビームサーベル、 60mm バルカンなどの基本武装がされていました。メインのセンサーはデュアルセンサーの追内です。ボディには百式同様のタイビームコーティング特性を持つエマルジョン塗装が施されています。シールドはウェイブライダー形態陣機種となります。先端部分にセンサーユニットが内蔵されており、防御兵装というより可変モビルスーツにおける変形用サブユニットという考え方のもとに設計されています。収納されるビームサーベルはウェイブライダー形態陣ビームガンとしても機能し、後にゼータガンダムにも機能が引き継がれています。デルタガンダムは当初の計画通りにはいきませんでしたが、
ゼータ計画によって開発されるゼータガンダムやダブルゼータガンダムの開発の布石になりました。一年戦争時にはジオン系の技術と連邦系の技術は交わることはありませんでしたが、この頃になると2つの技術のミックスされた機体が多く見られるようになります。ジオン系の技術素養が高かったアナハイム社がゼータガンダムやダブルゼータガンダムや百式シリーズを製造したということは非常に感慨深いものです。その後アクシス由来の技術が加わることでさらにモビルスーツは進化していくのです。今日の内容はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。